曰くきの住まい。坂木さんはマンションの10階に一人で住んでいる。都内にあり 3LDK 角部屋のその部屋は15万という破格の家賃であり、以前に二人が亡くなったという曰くきの部屋である。それが前提。先日、 いつも通りに帰宅してパソコンで作業をしていたそうだ。無音状態で動画の編集をしていたらしい。いつもであれば何かしら音楽なりを聴いていたり、動画や生放送を見ているそうなのだが、動画編集中はそれができない。そうなると、夜の静けさが気になるようになった。 そのせいだろうか。彼は最近、毎晩夜中に、外でハイヒールで歩いてくる音がすると言っていた。かつ、かつ、と、歩いて近づいてきて、ドアを開けて閉まる音がする。その音は毎晩同じで、同じペースで響く。10階には、4つの部屋がある。 女性の足音は、榊さんの部屋に日ごと近づいては、また遠ざかるのだそうだ。さて、榊さんの隣の部屋には、誰も住んでいない、にもかかわらず、隣からどんどん壁を叩いたりする音が聞こえる。無人の部屋から音がするなど、ありえない話だ。 そしてある日、いつものようにハイヒールの音が聞こえた。その足音がどんどん近づき、榊さんの部屋の前で止まった。すると、部屋のドアがどんどんと叩かれ始めたのだ。5回連続で叩かれてやむ、その繰り返し。そして、 榊さんの部屋のドアノブをひねる音がした。そのままドアを開ける音がしたのだ。そのドアがドアチェーンで止まる音まで聞こえた。鍵はかけていたというのに。しかも、そのドアが閉まる音がしない。つまり、ドアチェーンで引っかかって、 空いたままということになる。その状態のまま、脱衣所につながるドアが開く音がした。やはりドアが閉まる音はせず、今度は脱衣所から浴室に続くドアが開く音がした。そのまま、無音の状態が続く。恐怖に震えて動けずにいた榊さんだったが、 いつまでもそのままというわけにはいかない。風呂場の窓は細長いガラス板が数枚並んでいるもので、当然そこから入ることも外へ出ることもできない。あり得ない侵入者に怯えてヘアアイロンを抱えて浴室に向かった彼が見たものは脱衣所の窓の 細長いガラスの隙間すべてに挟まった。かなりの量の長い髪だった。当然、人影はその場にはなく。玄関の鍵を開けないことには、侵入、脱出ともに不可能であるはずの、彼の部屋に残された髪の毛を、半ば、 泣きべそを書いて、片付けたのだそうだ。